皆さんこんにちは、あやくふるです。今日はバレンタイン直前ということで、今からでも間に合うお家にあるものを使ってのラッピングをご紹介します。今回中身に使うのはこのフルーツのチョコレートたちを使います。使った袋はダイソーの100円で35枚入ってくるこのような白いシンプルな袋を使いました。チョコレートを袋に入れて準備ができたら始めます。ラッピングの仕方は全部で13個、楽しんでくださいね。1つ目、ダイソーに売ってる木のクリップで留めます。シンプル。2つ目、クリップにマステを貼ってアレンジしてもいいですね。3つ目、留め口のところをマステで貼ります。4つ目、マステを全体的に貼ってこんな感じのしましま模様を作ります。これにクリップをつけてみても可愛いです。5つ目、くるくるにしたリボンを上の方に置いて留めます。留めるのはマステでもクリップでもいいです。こんな感じにちょっと立体的なラッピングになります。リボン以外にもこんなヒノキの葉っぱを使って留めてみてもいいですね。こんな感じにちょっとナチュラルな感じのラッピングができます。6つ目、チョコレートといえばアルミホイルということで、アルミホイルをぐるっと巻いてみちゃいます。こんな感じで、後ろはテープで留めてもいいですし、さっきみたいにリボンをつけても可愛いです。7つ目、ポンポンをつける。8つ目、リボンでシンプルに留める。9つ目、リボンの間に何か挟んでみる。今日はパスタを挟んでみました。こんな感じにちょっと変わった感じのができます。10個目、折り紙を半分に切ってこんな感じで巻きます。後ろはマステで留めてもいいです。これだけでもシンプルで可愛いですが、クリップをつけてみたりリボンなどをつけてみても可愛いですね。11個目、リボンで作ったピックを貼る。ピックの作り方は概要欄にリンクを貼っておきます。12個目、パンチで2箇所穴を開けます。爪楊枝にマステで旗の形を作ったものを刺して留めます。最後13個目です。毛糸をこの入り口のところにちょっと挟んで、一回ぐるっと向こう側にやってから形を整えて上でリボン結びをします。使うのはリボンでもいいですし、今回のような毛糸でもあったかい感じがして可愛いですよね。今からでも間に合うお家にあるものを使ってできるラッピングのアレンジ方法、いかがだったでしょうか。皆さんにいいバレンタインが来ますように。あやくふるでした。バイバーイ。